pump up the volume. Pump that bass. 残念ケマオのマインクラフ。ちょっと待って、ちょっと待って、羊おった。作業効率を上げるために、羽毛を作るのもありなんだけど、どうしようかな、かまども欲しいけど、いろいろやりたいことが満載だな、ちょっとまだ。前回の様子をどうぞ。とりあえず見てください。こちらが、私、残念ケマオの、初めてのお家でございます。何これ。前回、外敵から身を守るため、急遽、土の家を建築したケマオ。とりあえず、安全な場所の確保に成功し、次に進むべき道を模索しようとしていた。羊さんをちょっと倒しつつ、初めてのお使い。あれしていこうかな。ケマオ、母さん今手が離せなくてね。お家にベッド、作業台、チェストボックスを、届けてくれるかな。そっち。小豚ちゃんやっちゃった。小豚ちゃんやっちゃった。もう最低な大人やな。最低な大人があるね。あそこにあるから拠点がね。やばいやばいやばい、爆発する。そしてお使いは始まった。うわやばい、めちゃめちゃ爆発してますやん。あ、けど爆発してくれたからあれだな、いい感じに、あれかもしんない。あれが欲しいな、ちょっと待てよ。俺のさ、どこだっけ、俺一番最初に置いたのどこだ、あれ。美しい人生よ。作業台とね、チェストボックスちょっと持ってきたいんだけど、限りない喜びよ。作業台とチェストボックスを持ってきたいな。この胸のときめきよ。あれ作業台とチェスターは？あなたに。作業台とチェスターがないぞ。どこだ？マジかよ、ちょっとマジで完全にこれ迷った感じ。あなたは教えてくれ。よし、やばいなこれ、迷ったな。オッケー、羊さん、羊さん、お肉を頂戴いたします。違うか、羽毛が欲しい、羽毛が欲しい、羽毛で、ベッドがつけるからね。お前確かベッド必須やで。まずはベッドとかね、そういう必需品がね必要だからね。やっぱ生きていく上ではね、もう弱肉強食、お肉とかね、もう食べ物も欲しいですから、やっぱり。やっぱり100人乗っても大丈夫。食べ物必須やからね、食べ物も。 OK、 いいでしょ、いいでしょ。こんだけ、ちょっと待って、かまどが欲しいんだけどな。やっぱ俺は今までよくやってきた。俺はできるやつだ。そして今日もこれからも折れていても。めちゃめちゃ連打するやん俺。めちゃめちゃ連打しとるやん。 OK、 ちょ、少しずつね、多分地図もね広がってきてんだよこれ。だいぶ広がってきましたね、地図も。広がってきたはいいんだけどさ、自分の拠点わかるかな。 あったあったあった、あるわ。向こうの方に見えますね、あれ。向こうの方にあった。あるけど、作業台どこだっけ、マジで。作業台の位置がわからない。あれ、マジでどこだっけな。一番最初のリスポン地点でどこ、もしかして赤いところ、赤いところかもしんないね。リスポン地点、これマーキングされてんのかな、もしかして。これこっちの方かな、この辺、この辺っすかね。なんか見覚えはあるんですよね、この辺の景色というか。
この景色感、自分を信じてください。この景色感なんかね、見覚えはあるんですよね。あるけども、けどもけども、あ、白樺の木もあるやん、ここ。白樺の木もあるけども、これ何？この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。ちょっと俺がいたあのリスポーン地点が分かんないんだけどさ。神は言っている、ここで死ぬ定めではないと。これ道に迷った時どうすればいいの？道に迷ったらどうすればいいんだろう。マジでないやん。テストボックスどこ？とりあえずあの自分の拠点はあの探せますね。これあれだもんね、あのトーテムポール感。いやいや、そんなことよりね、ちょっとまずはあのやっぱ探しますわ。え、マジで道に迷ったんやけどちょっとどこ、これリスポーン地点とかこれマーキングないんすか、これこれ地図で見てくとやな、この辺やった気がするんやけどな、この辺やと思ったんやけど、マジでちょっと待って、これ何やったっけ、名前なんか変なやつおるやん、目合わせたらあかんやつやろこれ、違った、なんで昼間におんの、なぜかゆえ昼間にいる、よし、ミートくんを食べました、食べた、食べましたじゃないか、ミートくんをやりました、オッケー。ちょっと待て、マジで完全にこれもう最初から作ろうかな、またもう一回作った方がいいかな、もう作業台見れるんですか、こんなもんだったんですか、作業台とチェストボックス、あいつらとの友情って待ってますよあいつら。え、けどもったいなくない、作業台もう一回作るのもったいなくない、なんかこういうところで貧乏症が出る、私残念ケマオでございます。こういうところで貧乏症が出る、私残念ケマオでございます。この後信じられない光景が、ああ、ちょっと待った、あった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 、あった、何これ、目と鼻の先やんけ、もうめちゃめちゃ近いやねえか、あったわ、とりあえずあっちに移動しようとりあえずとりあえずあの砂の砂の聖地に、砂じゃないか、土の聖地にちょっと移動しますわ、土の聖地に移動しよう。なんかは、あ、走るの遅くない、なんでちょっとね、もうちょっと広くしようかな、この家もうちょっと広くしますわ、これこの家ちょっと狭いよね、襲われる可能性があるからね、襲われる可能性がありますので、少し、リビングとかをねリビングとかを作ってっちゃおうかな、これで。いい感じ、ちょっとだいぶ操作慣れてきたぞ、だいぶ操作が慣れてきた。はい、これ確かさ、しゃがんでやればあれなんだよね、しゃがんでやるといい感じに落ちなくなるんだよね、そっから確か。だいたいさ、1,2,3,4,5 5マス間隔、1,2,3,4,5、ここまで、ここまで部屋にするか、とりあえず少し大きめのね、家にしよう。あ、もうなくなったやん、早っ、マジでやばいね、また夜が来ちゃうぞ、また夜が来てしまう、ちょっと待って、やばい、ちょっととりあえずここダダ掘りしよう、ダダ掘り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 、はい、行きましょう。
と土が少ない。あ、泣くな。おいおいおい、ちょっと待って、壊れちゃったじゃん。壊れてしまったぞ。よし、とりあえずですね、こちらを、こちらを、え、ちょっと待って、あ、持ってたな。ここに置きますわ。持ち物こうしといてですよ。えい、えいという形で、で、棒がありますよね。とちょっとね、木材切ると斧も欲しいな。斧とこれとね、あとは、刀もう一本ぐらい作っとくか。じゃあちょっとね、ここにちょっとチェストボックスにお肉系は入れとこうかな。ちょっととりあえず、あ、ベッドがいるやん。ちょっととりあえずね、ベッドだ、ベッド。クイック色、あ、クイック色でこれ一発で色できるんだな。ちょっと待って、お肉類とこの辺のものについては、移動しておきましょう。種もいらないや、種もとりあえずいいや。やばい、また暗くなってきた。まずいぞこれは。ちょっと待った、あ、やばいやばいやばい。ちょっと待ちなさい。良いでしょう、良きに良きにでございますよ。いいね。あ、全然違うやん。どうですか、これ、こんな感じでどう、こんな感じでどうですか。やばいね、ちょっとやばい、本当に最高。またちょっとね、スケルトンとかが来てしまうからね、これ。とはいえ、とはいえ、とはいえアングルですけど、ちょっと待った。ちょっと、トーテムポールはこう残しつつですね。あ、土がなくなってますやん。どうしよう。ハリボテ感満載になっちゃうけど、ちょっと待てよ。あ、ベッド作ればいいんだ。そうだ、ベッド作ろう。あ、作れた。白のベッドいける。 OK、 素晴らしい。 OK、 はい、私の戦闘力は53万ですよ。ナスビーム、はい、 OK だ。これで寝れ、寝れな、寝れるでしょ。これでモンスターが近くにいるため眠ることができません。嘘、マジでいるの。え、ちょっとどこにいるの。いますの。今いら、いないでしょ、今いないでしょ。いませんやん。ちょっと待って、とりあえず寝よう。あ、オッケー、寝れました、寝れましたわ、寝れた寝れた。おお、素晴らしい。もう完璧やん、これ完璧やな、これ大変よくできました。あ、いい感じやね、これちょっと家大きくなったよ、ちょっと家大きくなってるよ。うわうわ、えちょっと人が喜んどるぞ、これ爆発すなよ。チャンネル登録、評価、コメントよろしくね。 Twitter と TikTok もやってますので、皆さんフォローよろしく。では。